それよりさっきから気になってたんだけど、あなた汚いし臭い。そうか、特に前と変わってないと思うけどな。は、本気で言ってる？この前より確実にヤバい、超ヤバい。あ、もしかして沼に行った理由これ？ゴーヘルゴー、突き落としていこう。行け、メズパイイベントだ。しまったしまった、買い物行くのに財布忘れるなんてペダなことしちまった。今はいくつだよ。どこ置いたっけ。さすがに部屋かな。何やってん。何お前、ちょっとおしゃれに気遣い始めてきたんだよお前。ブラジャーのサイズが圧倒的に合ってないってお前。マイクロビキニみたいになっとるってお前それ。ウォメズ、何してんだ。あ、八代様、お早いお戻りで。ああ、ちょっと裁縫忘れてって。違う違う、俺の部屋で何してんだよ。しかも八代の部屋かい。陶器の服は医療用として機能的に作られたものですが、八代様を日常的にお世話する際にはいささか合っていないのではと思いまして、現在別の可能性を模索しているところ。どこにあったんや、そのブラジャーとかパンツとかそのセーラー服みたいなのは。何の可能性だよ。なんなん、この下着色合いからしたらちょっとともりがつけてそうな感じの下着やけど。会社の女性陣の皆さんはスカートなどをお召しになっていますし、その方が良いかなと。いやこのようなちょっとハイレグっぽい股のあたりなのを見たら、これはこれでええと思うんですけどね。やはりスカートは女性の特徴とも言えますし、陶器も身につけてみたいです。俺は今のままでもいいと思うんだけど。さらには八代様の趣味嗜好なども考慮して。俺今はそのままでいいって言ったよね。いえ、これに関しては譲ることはできません。諸子貫徹です。お前の頭の中なんか変なもん一歩とされてないか。あ、どっかエロいサイトの影響を受けてないかお前。変なところで頑固だなお前。まあ好きにすりゃいいけど。まあでもここでやるのはやめてもらえる？ここが一番いい場所だと思ったのですが。それではともりさんのお部屋にお邪魔させてもらう。いや、やっぱここでいい。こんな光景見られたら俺が疑われそうだ。こんな格好させてるんですかみたいな。すぐ一ノ瀬にも話が入って何を言われるか。それでは引き続き模索を。てか、その服は一体どこから持ってきたんだ。こちらは八代様のお部屋を片付けた時に奥から出てきたものですが、記憶にございませんか。おい八代、お前さてはやべえ兵器持ってんじゃねえだろうな。ああ、そうなんだ。そんなの持ってたかな。八代様のお持ち物だと思ったので、それは推察できるな。申し訳ないけど推察できちゃうな。それは確かに。こちらのセーラー服とかビキニの水、これは八代が悪いわ。まあ確かに嫌いではない、嫌いじゃないわ。これらの服は陶器のサイズには全く合っていなくてですね、悩んでいたところです。お前がデカすぎるんだよ。まあそういうアンブラスなのも悪くないというか、そっちの趣味も確かにあるっちゃあるが。いや、今のは何でもない。忘れてくれ。陶器にはどれも似合わないのでしょうか。いや、そういうことはないんじゃないか。ほら、そこのやつとか。こちらですか。ですが、これも陶器にはサイズが。あ、サイズが合わないならば買えばいいのですね。陶器もちゃんとお給料をいただいていることを失念しておりました。いや、そういう格好でうろつかれると俺の立場が怪しくなるからやめて。そうですか。なら二人の時に着用しても。ラブラブカップルみたいな話になってきてるの。二人の時なら、まあその俺はいつもの服もいいと思うけどな。珍しくて似合ってるぞ。そのお言葉は嬉しいのですが、八代様のために陶器として特別な何かが欲しいと言いますか。なんだよ特別な何かって、具体的に言えよ特別な何かって。
なんかフルアーマーメズとか作ってみるか、なんかそういうガンダムでありがちなフルアーマー形態とか作るか、特別の何かね。そうだ、お前と一緒の時だけ私っていうのはどうだ。私ですか。いつも思うけどちょっと硬いんだよな。そちらの方が女の子っぽくてよくない。確かに特別ですね。私、私いいですね。ではこれから使わせてもらいますね、八代様。じゃあ服の件は一旦忘れるということで。いえ、そんなことは。話すらせんかった。なんでだよ。陶器。いえ、私も八代様の前でおしゃれをしてみたいという思いがあります。まあ女の子らしくてよろしいかと思いますが。普段とは違う服を着用しているところを八代様にも見ていただきたいですし。そういうこと言われるとダメって言いづらしくなる。ですが私はそういう服選びのセンスも持ち合わせていませんね。八代様に選んでいただくしか。見せたいやつに選んでもらったらいかんだろう。そういうのを同じ女性陣に聞いた方がいい。ともりや一ノ瀬ならノイノイで話に乗ってくるぞ。そうですね、ありありと想像できます。ではまたお二方がいるときに相談してみましょう。お、楽しみにしとくわ。どんな格好になるんだ、あの二人。あの二人にコーディネートしてもらったらどんな服装になるんだろう。すごい気になるな。装備服が一つ増えました。これは地味に強い強いんですけど、できればスピードアップの装備品とかあったらいいのになって思うんですけど、ないんかな、このゲーム。スピード上げんかったらさ、ちょっとメズのスピードが遅いけんさ、回復したときに回復が間に合わない的なことが起きそうな気がするけんな。じゃあそろそろ工事現場行くか。どこ？工事現場どこ？まだ工事現場どこ？ここじゃない。あ、ワイド序盤の頃に行っとったここか。よく考えたらここなんじゃ。キリクと戦うんで今回バフを乗っけておきたい。 HP バフにしとこうか。なんか確かにここだったっけ、この辺で出会ったんよな、序盤の方に切るけど、初めて出会った頃って確か。ここにキリクが。ああ、あいつはここをどこかで待ってるって言ってた。おいどう怠慢なんだし、見かけても襲いかかるなよ。承知したが、向こうから仕掛けてきた場合は罠を仕掛けてきたりするかもしれんな。いや、多分それはない。なんかゲームだと考えてそうな節があるしな。確かにあれだけ人のことを簡単に倒せるやつやけんさ、自分に対して縛りプレイとか仕掛けてもおかしくないかもしれんからな。なんかちょっとゲーマーの血騒いでるかもしれん、あいつ。それだとゲーム感覚でトラップされてませんか。ああ、そっちのタイプか。そう言われたら確かにそうかもしれないって思いつつ、でもそういうキャラじゃなさそうな気もするけどな。どうして黙るんですか。まあ大丈夫だろう。とにかく手分けしてあいつを探そう。今回のボスがキリックってことは間違いなさそう。さて進んでいくか。久しぶりに来たな、この辺。どうなんだろう、ゴミとかのステータスはあんまり高くなかったりするんかな。ちょっとレベルアップにも使えそうな気がする。とりあえず今一郎先生がいないので、その辺をちょっと考慮しながら戦う必要がある。どうしよう、ちょっと下ルートが開拓できないけん、この際そっち行ってみようかなみたいな感じのことを思ってしまうよね。ゴミのレベルはやっぱり前と一緒でさ、レベル低いな。全然簡単に突破できそうな感じじゃ。レベル上げにもならんかな、これは。あ、いきなりイベントが始まった。ここで一旦なんか起きるんか。ワンクッション入れる。お、いたいた。ほらな、特に罠も何もなかっただろう。
なんかすごい普通にいるんですね。これまでは探し回ってたのに。確かに。まあ怠慢するって約束したからな。相手とも相手もこっちと決着がつけたいみたいなところあるんでしょう。よし、じゃあお前らは危なくないところで見てろ。行ってくる。頑張ってくださいね。負けたら手を合わせるくらいはしてやろう。生命保険を呼んで会社を継いでくれ、イアイトのっちゃん。せめて苦しまずに済めばよいのだが。ああ、今日がお前最後の日か。ともいいかい、後で殴るからな。なぜ負けっけん、負けっかくイベントみたいになってるんやつ。きっと。よ、弱いだともり来たぞ。見た感じ、いつもの面々もいるみたいだけど、何？やっぱり総力戦？ちゃんと差しでやるって言ったろ。今日は従業員たちに勝利、社長の勝利を見せつけるため政治家だけだ。え、社長？え、社長？二度見しておまけに二回言うんじゃねえよ。俺が社長で何かおかしいかよ。社長なんだよ。こう見ても社長なんだよ。本当に悪い冗談じゃなくていい冗談でもない。なんだお前、白目向いてんだお前。白目っていうかさ、そんな目になってんお前。うつらな目やお前。本当だって言ってるだろ。ちゃんと正式長から清掃を委託された会社の社長だ。長とか清掃とかわけわかんない。でもまあそんなのどうだっていいか。あなたはここで私に負けるんです。へへ、言うじゃねえか。それじゃあそろそろ追っ始めるとするか。これどうなんだろう。ほんまにやつしろ一人で戦わなあかんのこれ。そう言ってやつしろが構えながらにじり寄るとキリックが後ろに下がる。おいおい、かかってこないなら何か開始の合図でも言ってやろうか。いらない。それよりさっきから気になってたんだけど、あなた汚いし臭い。そうか、特に前と変わってないと思うけどな。は、本気で言ってる？この前より確実にヤバい、超ヤバい。あ、もしかして沼に行った理由これ。お風呂入ってないとか言おったもんな。え、まさかこれ秘策って。そうか、絶対狙ってやってるねこれ。寄らないで。あ、キリクもしかしてなんか潔癖症なところあるのか。ふっ、さすがに周りには敏感だな。違うって、本当に汚いし匂いがきついから。姑息な手段やな。これ意図的に狙っとんだとしたら姑息な手段やな、やつしろ。そんなに？マスクしてるのに？鼻にもだけど、目にくる。目にくる匂いってなんだお前。臭い。さすがにお風呂入って着替えてきて。わあ、珍しくこんな荒げた声になってる。俺たちの戦いにそんな時間はない。合図もいらないし、らしいし、もう始まってるってことで。声のキリクのキャラじゃなくなってるようなキャラになってしまったんだよお前。戦いにまともにストップもねえんだよ。うわ、キャラ変身きた。突然キャラ崩壊し始めてきたぞ。やっぱクールぶってるやつの顔が歪むのを見るのはたまらねえな。はい、タッチー。なんとでも言え、勝った方が正義だろうだ。そうだそうだ、強いやつが勝つんじゃねえよ、勝つやつが強えんだよ。あ、そして怠慢です。これはちゃんとアイテム使える感じなんかな。どれほどの感じになるんだろう。これは一旦使ってでも、どののアイテムでも使っとくか。暴力バフかけた。あ、あれあれ、暴力上げんでもよかったかなっていう攻撃力やけど、やばいキリックやばいってなんやろな。錯乱しとんか、匂いがきつすぎて錯乱しとる感じなんかな。普通に殴れば勝てるかなこの感じ。オラボゲイ。あーっと、どうなんだろうな。怠慢するにしてはちょっとダメージがイーブンな感じになってしまってる。これまでね、味方のデバフ効果でちょっといい感じに立ち回り寄ったところがあるんですが、一人になったらというところですが、あ、ダメージレースはこっちで勝っとる気がするな。でもこっちの方が与えるダメージが大きいわ。
これはどの方が効いとるかな。使っとってよかったかな。これダメージレースで勝てるな。よいしょ、素早さは相手の方は速い、でもダメージはこっちの方が大きい。そんな感じの関係性やな。ブリブリブリって言ってない、気のせい、ブリブリブリって。潔癖症の場合にはちょっと汚い言葉使ってませんが、ブリブリブリって。いけよんな、全然いけるわ。うわ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 、攻撃キャンセルされてまで、なんかこう後手に回っとる感じになってしまっとるが、それでもダメージはこっちの方が多いんで。よっしゃ、特装が先に入った今回は。おら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 、よっしゃー。無理なく倒せたな。そんなに良い人って違うんかなっていうレベルなんですけど、まさかこんな相手に。ほんまこんな相手にだわ。やったぞ、見たかお前ら、俺は勝ったぞ。八代が勝ち名乗りを上げると、離れた場所で見守っていたみんなが駆け寄ってくる。すごいです、八代さん。私、信じてました。そうやろ、そうやろ。さすがアリシ殿、この会社を選んだ拙者の目は間違いではなかった。手のひら返しである。いい戦いっぷりだったぞ、八代。手のひら返し、パート2。手の後ろ返しパート3。あ、メズパイはあれ、メズパイ序盤全然出てきてなかったけど、どっかで隠れとったお前。ふうふう、見たか俺の実力。くっそ。勝ったけん勢いよく抱きついてみたけどさ、結局距離離す。勢い余って飛びつきましたけど、ひどい匂いですよ。目に来るんじゃ、みんな目に来るんじゃ、目に来る匂いって何だって話なんやけど、俺もキークと同じこと言うか。まあいい、こうようやくこいつを仕留められたぜ。しかも俺一人でな。見事な報奨金入りそうやな、キリックを仕留めたってなったら。しかし見たところ普通に戦っていたようだが。あ、それ私も気になってました。キリクさんもいつもの状態じゃなかった感じですね。やばいキリクやけんな、語彙力低って話。そこも気になる。秘策とやらを聞いても。ああ、この汚れと匂いこそが秘策だ。キリクはずっとマスクしてるだろう。もしかしたら潔癖症で、こういう汚れや匂いに人一倍敏感で弱いじゃねえかと思ってな。はは、なるほど。それでわざわざ沼で名探偵トモリみたいな。顎に手の当てて方である。案の定黒匂いでフラファイになりやがった。そうなったら俺でも勝てるって寸法よ。うっそだろ、ゲームの攻略でもこんなアホな作戦ねえぞ。でもゲームなんですよこれ。ふっ、俺の冷静な推理と言ってほしいね。弱点をつくのはゲーム攻略の基本だ。いつも一ノ瀬さんにコテンパンにやられてるからね。ちょっと言いにくいんですが、現世だとマスクしてるのは結構普通のことで、特に潔癖だからとかの理由ではないと思いますが。そうなの？花粉症や風邪予防なんかでマスク姿はもう割とポピュラーですね。そうね、冬のインフルエンザとか流行ってる時は大体、むしろそうだね。あ、他にも顔を見せたくないとか、化粧しなくていいから楽みたいなのもありますね。じゃあもしかして俺結構危ない橋渡ってた？だから正気かって言ったろ。なあ侍のおっさん。うむ、多分負けるだろうから。それは拾って拙者が敵を取るつもりでいた。そんな白目向いて言うことじゃないんですけど。陶器が単純に推算したところによりますと、勝率は約 17% でした。ひっく !17% ひっく、セガスパラボの命中率だったら絶対攻撃しないな。ヘック、まあ勝ったんだから結果オーライってやつだ。確かにそうですね。読みはずれたとはいえ、結果的にやっつけたんですし、あとはこいつを蝶に持っていけば高額の報奨金というわけだな。社員全員に金一本ないぞ。
逆に何でもらえると思ったんだよ。それより気絶してる間に運びましょう。そうだったな。こいつは細くて軽そうだし、メズより楽に運べるな。陶器は機材として標準的な重量なので、だから目からビームが出てそうな感じの目になってますけど、分かったから手から電撃出しながら言うなって。まあとりあえず事務所に戻るとしよう。メズ、すまないがこいつを運んでくれ。了解しました。電撃が流さないように。なわけで、もうちょっと話が進む。全員でタコ殴りしおる最中に、メズで、さっきの戦いでちょっと HP が削れたやつしろを回復。回復する暇もなかったわ。そうじゃ、雑魚敵が弱すぎるんよ。それぐらい序盤の、場所だったもんなこれ。結局だけどレベルアップは一応したけど、経験値稼ぎには向いてないぐらい敵が弱い今となっては。オーバーアクションよ、ほんまにオーバーアクションだよ。敵はめちゃくちゃ宙回ってますからね。終わりかな。終わった。あら、結構今回開けなかったな。どんどん使った分返ってきた。使った分返ってきたで。というわけで、予定通りメインで動いてもらうのは三社とする。あ、伊勝瀬さんがおらんかったのこれの伏線だったんかな、この辺の会話イベントの。まずは業界最大手の岸地工業さんだ。規模も実績も飛び抜けているし、ここは外せんだろう。 VTuber 界で言えば二次三次みたいなもんやけんな。そうですね、大規模作戦の中枢としての働きも慣れているでしょうし、リーダーのね、ジャズさんも人をまとめるのが得意そうな感じの人だった、間違いないや。次は神田田さんのところだ。誰？名は確か、あそこはレティクルですね。レティクル、さすがに岸地工業ほどではないですが、大手の委託業者です。何？ FPS ゲームで真ん中に出てくるバッテンのやつのこと言ってる。あ、そうそう。あ、それであと3社目だが、まあ順当に考えればいつものクリーンデイさんとこだな。確か今朝も挨拶に来られてましたよね。あそこの社長はマメだね。さあ気を使わんでも、会社の規模からしたら当然選ばれるというのに。さっきの2社とは少し規模が小さくなりますが、それでも中堅の企業からは抜きん出てますしね。とまあいつものような面々になるわけだが、一ノ瀬くんからは他に何かないかね。八代のところ、八代のところ。君から見て、例えば最近勢いがあったり目を引くポイントが、あ、なんでもなんかこれちょうどこの二人の元にさ、八代がキリクを据えてきて、その功績を評価して的な流れになりそうな気がするんやけど。 いえ特には。おい、本心を言うんだ。そうかね、最近は特定の会社にバレてるじゃねえか。しているようだが、あれは知り合いがやっているだけでして、業績もあまり良くない。素直になれよ一ノ瀬。規模も小さなものです。素直になれよ一ノ瀬。そうなのか。あ、君さえ良ければ口を聞いてもいいと思う。課長、あれ課長どういう風の吹き回しですか。あれだけセクハラが多発しとって嫌な上司感があったのにさ、こういうちょっと気回してくる課長、ただ頭がはげてるだけじゃなかったようだな。お前はよろしいんですか。大規模作戦だし、三社だけにこだわらず優秀なのが揃ってくれば越したことはない。あれ、ごめんなさい、俺あんたのこと勘違いしてたかもしれねえ。ちゃんと人の実績を見て、実績とか能力を見て評価するタイプの課長だったや。メインに選ばれた会社はもちろん報酬も得やすい。
君が出向しているのは小さな会社のようだし、今回の件は飛びつきたいほどの依頼だろう。そうかもしれませんね。一ノ瀬さん、もう上司までここまでお墨付きくれとんやけんさ、口に出さん以外の報道ないだろう。何を迷ってるんだ。とはいえ君の、あ、そっちか。それなりの誠意を見せてもらわんといかん。はい、電源撤回です。課長、何も変わってません。はい、頭はハゲてるにはハゲてる理由がありました。やめろ、そんなねっとりとした視線で一ノ瀬を眺めろ。これをかん、もうこの流れを感じ取ったっけん、一ノ瀬さんがこんな髪を取ったか。ごめんな、俺一ノ瀬さんのその気持ちを知らずにこんなこと言っちゃって。まあ、提案を聞いてもそれを通すかどうかはそこからの話になってくるが、まあ考えておいてくれたまえ。うん、俺この後ヤフーで検索してみようかな。セクハラ上司を退職に追い込む方法みたいなの。町におったらこんな感じの精神的疲労が来るわけだから、八代の会社に何回も何回も出向いてるわけですよね。これは前の回にも言おったやつ。チャプター10、雲模様、何ジョローグモ的な。昼食の買い出しからただいま戻りました。マスター、お、それを待ってたんだ。もう腹ペコだぜ。我も腹ペコ。ブリトーはあったか。すみません、さすがにブリトーはなかったです。私が現世にいた時はそういうのをキッチンカーが売ってたりしたんですけどね。こっちのコンビニは現世に比べて品揃えがちょっと少ない気がします。あったらでよかったから泊まりは気にするな。ではこの焼肉弁当をもらおう。ああ、それ俺が狙ってたやつ。まあいいか、こっちのエビドリアをもらうわ。では拙者は幕の内を。俺のは？なんであると思ってんだ。そんなこと言わないでください。ちゃんと人数分は買ってあります。なんでお前普通におるんやん。レッカ、なんでお前普通にここに混ざっておるんやねんって話やけん。好みに合うお弁当かは分かりませんが、あ、おうどんは私のなんでダメですよ。残り一つで選択権ねえじゃねえか。買ってもらっといて文句言うなよ。そうだぞ、社員じゃないのに。これで我慢しといてやるよ。つうかお前なんでここにいんだよ。入社させた覚えもねえぞ。入社してやるって言ってんだ。使える頭数も増えて大助かりだろ。感謝しろ、クソ社長。こんな王兵に入社してくるやつおる？というか、よくヘルメットのまま食べられるな。私も気になってました。へへ、簡単なもんよ。どうやって食ってるか知りたいか？あ、別にいいです。いや別に、それよりともり、あいつの姿が見えないけど。一ノ瀬さんですか？今日はまだ連絡ないですね。まだ合流してこんな、戻ってこへんのか。もうちょいこすれよ。一番面白いとこだろが。見てろよ、こうやって。あ、いいいいいい。エビドリアうまいの。いい匂いしてますね。私もそれにすればよかったかな。だから見ろって。あーって、キリク蝶に運ばれたんじゃなかった。話してたところにキリクが何かの袋を持って入ってきた。やっしろ、この瓦礫は全部捨ててきてもいいの？その瓦礫はうちの寮の備品だぞ。捨てずにどっかの別のところを置いててくれ。備品？こんなのが？わけわかんない。うるせえな、何かで使うかもしれないだろう。それ使わないゴミが溜まっていくやつじゃん。いいから置いといてくれ。片付けたら部屋は好きにしてくれていい。俺の部屋なんかはもう速攻で片付いたけどな。お前本格的に居座るつもりだったんかよ。ほんとずうずうしいやつだな。部屋なんかあんの？誰だこんなやつに部屋与えたやつは。わかった、じゃあ好きに片付けるから。メズ、重いものもあるからちょっと手伝って。了解しました。なんかちょっと馴染んでんなお前。まさか賞金首まで入社させるとは。なるほど、長に渡さずに入社させたんじゃ。ああ、あんだけの実力があるんだ、使わない手はないだろう。確かにそうか、あんだけ
他の社員、他の会社の社員を蹴散らせるだけの事件があるんだったら戦闘面で役に立ってくれるな。いやいだのおっちゃんがますますベンチウォーマーになってしまう。少なくともこのヘルメットより役に立つ。しかしあのキリフ、いやキリックか、あれがよく了承したものだな。確かに戦えればもうどこでもよかったんだろうか。社長の横領を認めたって言いたいところだけど、寮の部屋を貸してやるって言ったら一発だ。居場所が欲しかった。まあ綺麗好きみたいだち、野宿も限界だったのかもな。あ、そこね。そうか、家っぽい家を持ってなさそうな子だったもんな。なんかなるほど、それで寮の空いている部屋の掃除を。そんなんで交渉材料として一発とは思わんかったけどね。けど大丈夫なんですかね、賞金首をかくまってるって話になりません？確かにそういうの聞きたいけど一ノ瀬さんいないし。別にいいんじゃないか、王女だって従業員にしてるけど何も言われてないぞ。ただ言われてないだけかもしれんね、そういうんって。それもどうかと思うんですが。確認はしとけって話なんよ。人件費も保険もいらないから超得だし。そんな、王女に人権はないんですか？逆にあると思う？せめてお給料くらいもう少しください。これじゃキリクさんも生活できないよ。夜遅い時間にベッドで寝てたらさ、給料上げろとか言って喉元にナイフ突き刺してくるかもしれん。前向きに検討いたします。それずっと前向いてるだけじゃないですか。俺の給料は。お前は社員じゃないよ。もちろん亡者と同じ待遇で。クソが超発給ってことじゃんか。仕方ないな、給料のことは考えといてやる。従業員に造反されても困るしな。それより一ノ瀬のやつは本当どうしたんだ。長のお仕事が忙しいみたいですね。それでも連絡くらいはくれてたんですけど、ここ数日はそれもなくてちょっと心配なんですよね。そうだな、今度長の売店に行くときについでに様子見てくるか。ちょっと長期離脱か一ノ瀬さん。残念。入社した途端に仕事で連れ回されるとか、人使い荒いぜ。結局入社したって感じになるんじゃこれ。お前な、入社したら働くもんだろ。働かないなら速攻で解雇すんぞ。退職金は？いや出るわけねえだろ。一瞬入社しただけの話やげんの。いちいち出勤しただけで出るかどうか。ほ、退職金って大体3年働かんかったら出えへんもんなんよ。一番下っ端だからだよ。お前の実力が全然わからんからな。従業員の力量をちゃんと知っておくのも社長の仕事だ。まあ確かに俺レッカがどんな技を持っとったか覚えてないけんな。なんかのデバフがあったようななかったような。全体攻撃なかったっけ、どうやったっけ。俺のこと口だけだとでも思ってるのか。うん、だって活躍したとこ見たことないし、今のままならそうなるな。後で吠え面書かせてやるぜ。俺様の実力をたっぷり見せてやる。おや、あ、話し声がすると思ったら八代くんだ。ジャズさん。八代、あとちびっこいやつ。ジャズさんじゃないですか。お疲れ様です。うん、こんにちは。八代くんはこんなところでどうしたんだい。今の君たちが来てもそこまで儲けもない場所だ。もう今となってはこの辺のゴミってそんな強なくて簡単に倒せてしまうけんな。ちょっと新入社員のお試しって感じで。はい、うん、そういうことか。うん、そのヘルメットは見覚えが。お前うちからばっくれたやつじゃねえか。よくのこのこ顔出せたなこれ。うわ、こいつら騎士工業の。やつしろ、お前俺を売るつもりか。なんでそうなるんだよ。さっき前の会話聞いてたか。うちから逃げ出すようなやつ、てめえの会社がお似合いだぜ。クズども同士で傷でも舐め合ってな。この腰巾着喧嘩売ってな。なんか大体似たような年っぽい見た目してるなこの二人。言葉に気をつけな。お前と俺様じゃ勝負にもなんねえからよ。こらゴズ君、しばらくおとなしくしてなさい。無言でさっと消えたつ。てめえもだヘルメット、たく大手企業様の前で恥をかかすな。
まあ元気があるのはいいことだよ。ありすぎても困るって見本でして、それよりジャズさんはどうしてこちらに。こっちはちょっとした連絡がてらね。ああそうか、先方さんに出向いたら現場に出てるって話だったから。ん、先方さん連絡で先方さん出向いたら、え、どこ行っとったんだろう。その用事を済ませてちょうど帰るところ。あ、そうだったんですか。連絡というのはどこに。うん、ちょっとレティクルの社長さんと話が。ああ、なんか騎士の次に優秀な会社って名前が上がっとったところやな。業界2番手のところじゃないですか。もしかして近々でかい作戦でもあるんです。おや、君のとこには連絡行ってないのかな。うちの孫受けあたりからお誘いが行きそうなもんだけど。いえ、何も聞いてないですけど、どの内容か聞かせてもらっても。うん、長がね、そろそろジョローグモを何とかしたいって言っててね。なんか前からジョローグモの話出てますからね。こいつの会社人気なとこだからスルーされてるんですよ。ゴーズ下がってなさい。はい。お前はもう画面に出てくるな、まあ、はい消えた。その作戦の段取りを進めてたところなんだ。そうだったんですか。作戦はいつ頃になる予定なんです。大きな作戦だからな、もう少し準備に手間取りそうだ。うん、なるほど。それだけジョローグモってヤバいやつなんじゃ。どんなやつだろう。まあまだ猶予は十分あるから、気が向いたらうちに連絡くれるかな。わかりました、ジャズさん。それじゃ僕たちはお先に行くよ、ゴーズ君。おい、ジョローグモって言ったか。マジかよ、どでかい懸賞金ついてるやつじゃん。俺たちが見事に仕留めれば会社は当分安泰だな。バカ言うなって、俺らが言ってなんとかなる相手じゃないだろ。もうそうなんだよな。鉄砲玉や肉壁なんて扱いだろうし、うちも会社も安定してきてるわけだし、わざわざ危ない橋を渡らなくても。そうだよ、ね、ああ、そういう発想になってしまうのか。いいじゃねえか。うん、やち、いや社長、やっぱ一応一かけ過ぎして装備や道具を整えておく武器かな。マジかよ、やべえ会社に入っちまった。でもそう来なくっちゃなって感じはする。あ、キレックレベル高いな。でそれに対して劣化レベル低いな。なんか思ったよりレベル高はなかったっていう。テータさん見てみよう。劣化の方は基本的にはこの攻撃こっちか。どうしたどうした、頭に血が上がると超テクニカルデボフだぞ。そして大力の攻撃、ちょっとレベルが低いけんな、そんなにパワーがあるわけではなく。で、グレートヘルっていう、小に強いが回復動画、あ、回復の効果減るんじゃ。脱がないと食べづらいからっていう理由。なあ、そういうちゃんと裏付けがあるみたいな、面白いな。そして、キリクの方なんですが、どれどれ？全体攻撃ちゃんとあるんざ。いらずの雨。これは、パワーで押すタイプかな。あ、テクニカルが高いし、スピードが高いんじゃ。先制攻撃で相手を弱らせるタイプかな。スピードのデバフがかかる。あ、これちょっとさ、相対的に俺の好みかもしれんな。さ、メズがさ、スピード遅くてさ、速したいな、みたいなこと考えとったけど、相手にスピードデバフを与えることで相対的にメズを速く見せることはできるかもしれんな、こういうんで。はいはいはい。あれでもスピードが遅いけど、いざこっちの技の速さっていうか遅い感じ、スピードは速くても技の速さが遅い感じになってるっていう、なんかよくわからん感じになってるやん。尿や汚れに敏感なんで、精神的攻撃に弱いっていう潔癖のデバフがある。こんなとこ呼びつけて何。こんなとことはなんだ。これからお前が働く職務だぞ。私が何の冗談。入社したって話なかったんか。
連れてきた、どういう交渉が行われるんだ。俺に負けたし、特に行くとこないんだろ。うちに置いてやるから、ちょっとはおとなしくしろ。給料は普通に出す。めんどくさ。何かあるたびに刃物出すのやめてもらえませんか。それならいいぞ。お前みたいにおたずめになってあちこちフラフラしてろ。次は見かけても何もおごらねえからな。仕方ない、めんどくさいけど。ああなんかしばらくここにいてあげる。ちょっと内心変わりつつあるんかな、キリクの方も。うんうん、素直なのが一番、素直なのが一番伸びる。ということでお前にはここで正座してもらう。なんで正座、床とか汚くない。心配するのそっち。今朝はちゃんとトモリが掃除したから大丈夫だ、そういう問題。なんか信用なんないな。分かった。どんだけ潔癖症やねんって話じゃん。で、ちょっと上着を脱いでもらって畳んで、脱がせてる。注文がうざい。そしてこのプラカードを下げてもらう。なんか X とかで見たことあるね、このやつじゃん。お前なんか見たことあるぞ、お前それの画像。お前、私は空の炊飯器の電源をオンにしましたみたいなの、ね、猫にプラカードをつけさせて写真撮ったやつ見たことあるな。お前は地獄の世界の敗北者じゃけ。私は敗北者です。ふざけてんの。もっとふざけてたら敗北者ですじゃなくてフリーハグとでも書くぞお前。はっはっは、俺にカップなきまでいただきも述べさせたんだから、お似合いの格好じゃないか。そんな乾杯してない、卑怯な手を使ってきたのはそっちだし。作戦勝ちと言ってほしいね、この天才的頭脳の。んで、なんでこんな格好させてんの。それはだな、俺の自尊心の回復とか五門越のためだったりとか。最低、地獄を石棺、そう石棺、石棺かなした、あのキリコを倒したということに思う存分浸っていたくてな。何それ、しょうもない。今の時代だったら写真撮って SNS にアップしてるとこだぞ。もういいでしょこんな。あー待って、あと5分、いや3分でいいから。やってらんないっての。そりゃそうだ。くそ、社長命令、社長命令だぞ。だから社員になったつもりもないんだけど。てか、こんな意味不なことやらせるようなつまらない会社の社長なわけ。え、あ、それは。ふーん、お偉いもんだね。ほんと、どうしようもない社長だってことは分かった。社員に惨めな格好をさせてエツにいるつもり。パワハラ社長みたいな感じになってる。その、つい出来心で。それにわざわざこんなプラカードまで。それは自作したか、このプラカード。気分で作ってたわけ。ひでえワクワクさん。普通作ろうとした時点でやめるでしょう。何作り切ってんの。途中で正気に戻るとかなかったの。ハワイと確かにって思うこと言ってくる。そ、それはそのご丁寧に油性ペンで書いて塗って、アホくさ。そこまで言わなくても。もういいよね、なんでこんなつまんないことしなきゃなんないの。ああはいはい、サービス期間は終わり。あーほんとつまんない。手応えのある相手を切らせてくれるとか言うからちょっと信じてついてきたけど損した。おー損。そんなことでついてきたんじゃ。手応えの相手で、どっかのさ、キイサキバみたいな感じになってるよ、お前。まあ、キイサキバですけど、これ。大損って、いや、こっちもちょっと魔が差したけど。体も臭いし、会社も臭いし、どういうつもり。会社も臭いって誰やねん。いいとこなんて一つもないじゃん。なんか自慢できるところある。そこまで言わんでも。給料出すって言ったけど、全く儲かってそうに見えないし、全然信じらんない。
少子高齢化が進んで、やっと若い労働者がなかなか見つからんで、会社の方が新入社員に入ってください入ってくださいっていう時代ってこういう感じになるんでしょうか。本当に経営状況を理解していってる？それはこれから巻き返す所存で、誰がやっても同じと同じだと思って。私がいる間に潰れたりしないでね。はい、気をつけていきます。メンタルブレイク、罰と罰、罰だけじゃないか。何お前、罰の罰にさ寄り添うっていうのは、罰に寄り添うのが罰ってね、お前ギルティにギルティ重ねないお前、ダブルギルティ。しかし戦意を失わせて、あ、攻撃力手箱がでかくつくんじゃ強いで。いや結局のところ相手の攻撃力素軍が一番強いと思うけどな。これはね、必殺技系の攻撃、スピードが遅いのが気になるけども、威力が高くてかつ攻撃力デバフをかけるっていうね、なかなか強力な技となっておりますな。